キリギリス科の一種ユーフォロドプテラシュブリエーリのメス。ビブに長い産卵管が突き出るアッパセファラスボレアリスの産卵管産卵管は昆虫などのメスが副端に有する生殖器のこと。油卵管を中心とした産卵のための突起である。昆虫類の他にも二枚貝のエラに産卵する卵類などは産卵管と呼ばれる器官を持つ。産卵の際、卵を途中や 植物の組織内などに埋め込むための構造である。複雑に発達した環状の突起物で大きさや形状も様々である。そのため、トンボメやカゲロウメの昆虫等では童貞のための重要な特徴とされることもある。常に外部に露出しているものもあり、昆虫類の場合はその形状から剣という属称もある。形態は様々であるが、土の中に産卵するものは 長くまっすぐなものが多く、植物の茎に散乱するものは短く曲がっているものが多い。なお、バッタ類は明確な散乱感を持たないが、腹部が長いので、比較的深くに散乱することができる。バッタ木の散乱感は、第8複節及び第9複節につけ、属する突起で大きなものを観察できることが多い。キリギリスアモクには、体長と比較して、 大きな産卵管を持つ種が多い。特にキリギリスなどの産卵管は形態の大きな特徴の一つである。横ばいアモクやカーモクなどの昆虫においても特徴的な産卵管を観察することができ、八目には毒針に変化しているものもいる。馬のオバチは極端に長い産卵管を持つことでよく知られる。ありがとうございます。